矢野もダルと申します。今日もよろしくお願いします。ドラゴンクエスト11過ぎ去りし時を求めて実況プレイ始めていきたいと思います。では続き、よっち村の次からやっていきたいと思います。ロザリーの部屋というものですね。次はさあ多分ですよね。ピサロナイトさんお辞めになって、ほう、え、ただ、あ、大丈夫かな。番外構造にしちゃってたけど強っ。ゴブレイドナイス。あんまり強くなかったね。おお、レベル上がった。はい、大切なあやかしの笛、あの笛がなければピサロ様とはもう、ピサロナイトさんを操って私たちを襲わせるなんて一体誰がこんなひどいことを。頭の中に恐ろしい声が響いた。壊せ、すべてを壊せと。それから何も覚えていないんだ。私の意思ではないとしてもロザリー様を守るためにこの部屋にいるのが私、彼女に剣を向けた。さらにはロザリー様とピサロ様を、ロザリーとピサロ様をつなぐ大切なあやかしの笛を壊すとは。私はもうバー失格だ。荷物も求めてこの塔を去るべきか。え、うん、それでピサロナイトは、ロザリーちゃんが大切にしてたあやかしの笛を壊しちゃった。あの笛がないとロザリーちゃんの恋人のピサロ様がこの部屋に入れないから、ピサロナイトは責任を感じているみたい。はい、だからあやかしの船を新しい作れと。ほう、いいよ。材料集めお願いしたい。あやかしの船の材料になるのは木の枝って、特別な枝じゃないんだ。なにそれ。迷いの森に行くんだって。じゃあここじゃないな。迷いの森とは、あーなるほどね。わからんわからんわからん。迷いの森っていうのはどっかにあんのかな。ちょっと待ってよ、見るわ。あるなあるな。じゃあちょっとそれ行く前に山奥の村に行きますか、一旦ね。迷いの森にいるシルバーデビルを倒すとあやかしの枝がもらえる的な感じなんだね。おお、なんかまた同じ状況じゃないかこれ。ちょっとの前になんか入ってないですか。何もない何もない。はい、じゃあ話聞いていきましょうか。やめて攻撃しないで。旅人さん聞いてちょうだい。私は今スライムの姿をしているけど本当はスライムなんかじゃないの。私の名前はシンシア。あ、シンシアさん、はい、どうもこんにちは。最近覚えてた模写の練習がてらスライムに変身していたら突然見たこともない魔物が現れてね、私に奇妙な魔法をかけて去っていったわ。そしたらこの通り元の姿に戻れなくなってしまった。この村の人は大切なものを守る役目があるから、外から来た人を滅多に村の中に入れないし、魔物なんか持ってのほか。もしもこの姿のまま村の人に捕まったら私どうなってしまうのかわからない。だから、はい、いいよ、いいよ。早速だけど親切な旅人さん、大賢者の杖の話。何それ。はあ、大賢者の杖ね。これはさ、そうだよね、不思議な。あー、もううざいって。作れるのかな今。どこあった。そうですよねーじゃあまた後々作れと。タゲが本当に、まあこれはまあ後々作るとしても大丈夫か。大賢者の杖ね、俺持ってないよなそんな。うん、持ってない気がする。作ってない気がするもんな。
どくさめんどくさ。よし、じゃあせっかくなんじゃ迷いの森行きますか。ここでデビルを倒すんでしたね。なんで倒れてるな。はい、迷いの森寝ていた。みんな眠らせてしまった魔物が何とかしてほしい。眠りの粉をまいてる。あー、なるほどね。で、これでベロニカを連れてこないといけないんだよねみたいな話してたんだ、そういえば。そう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 。で、普通のエンカウントしなきゃいけないから。あら、焚き火、三つを焚き火のとこに誰かいる。うるさいわね、気持ちよく寝ているのに起こさないでよ。今日人間じゃない。ちょっと待ちなさい、一体あなたは誰なの。え、見えるわ、この目ではっきりとね。何のよかしら。そうだったの、通りで最近眠たくて仕方がないはず。確かにこのままじゃいけないわ。はいはいはい。そう、ベロニカがね、いないとこのストーリー始まんないんですよね。はいはい。お、見てみつお、この花だけなんか怪しくない。ちょっとだけつ、はい、つっついてみる。なんか戦闘になったし。あら、あんまり強くなさそうだね。あれ、ちょっと強い。ナイスちょっと強かったな。ちょっと HP があったわ。はい、これで一件落着。妖精のおかげでここまで来れたし、私が子供の姿になっててよかったわね。そうだね、本当に。はい、シルバーデビル、そうそう、シルバーデビルさんね。はい、ありがとう。じゃあシルバーデビルちょっと倒しますか。てってっ、これ並び替えしたらさ、お、すごい。あ、なんだ、なんやねん。エンカウントしないんですけど。来た、出てこないんかい。イオラでやれるってことだね。イオラが強えんじゃ。逃げりゃよかったやんけ。鉄の剣いらない。ドラクエ5だとね、PL が強いからね。来た、来い。うん、違うんだな。逃げます。ちゃうちゃう。宝箱、不思議な木の実、不思議な木の実狩りもしないとな。全然カウントせんやん。口笛とかないのかね。あ、来た。さて、はい、ありがとう。これでゲットしただろう。よっしゃ、オッケー、戻りましょうか。じゃあねん。ここあと1回くらい来るんだよな、確かな。で、ここのロザリーの部屋に行きましょうか。元の世界戻らなきゃいけないイベントもあるから、マジめんどくさいな、あの大賢者の杖みたいな感じでな。はい、プルックス、すごい、この枝から溢れ出る魔力を感じる。旅人さん、どうもありがとう。これで新しいあやかしの笛が作れる。ロザリーちゃんもピサロナイトもすごく喜んでくれると思うな。いいよ、ありがとう。封じの盾かいらんな。もう使わんかもしれんな。よし、オッケー。さあ、では次のミッションに行きましょうか。ドラクエ5も終わってなかったんだね。
エルドマンの家の呪いも確か終わってるはずだし、サンタローズか最後。でで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 で、パパスにいる。はい、パパス、パパス、サンチョさん、わ懐かしい、ダマーン。おう、旅の方か。あまり私に近づかない方がいい。皆と同じように風が移ってしまう。それにしてもおかしな話だ。友人に移された風が良くなった後、立て続けに風邪をひくなんて。このまま風が治らなければもう旅が続けられなくなってしまう。私の使命もここで終わってしまうのか。そう、どうやら風にやられてすっかり浮気になってしまったようだ。へえ。あ、サンチュか。先生、旦那様にご用ですか。あとでも風邪寝込んでおりますので、お互い、ほう、かくいう私もこの通り高熱で動けず、旦那様を解放すべき立場にもかかわらず、この山頂一生の深く、旦那様が引いた風がとても強力では、この私ではなく村中の人間も移してしまい、猛威を振るっておるのです。このままではみんな倒れ、サンタローズは滅びてしまいます。それでお願いがあるのですが、噂によるとどっかに、どんなしつこい風でも治すという最強の風邪薬があるそうです。はい、いいよ。それはじゃあどこにあるんですか。あー、なるほどね。なんか立夏の宿屋に行かなきゃいけないっぽいね。でも立夏の宿屋まだ終わらせてない。もうめんどくせえこれ。マジで。マジでさ、これいろんなとこ経由していかなきゃいけないのかな。めんどくさいよなこれな。じゃあ一回立夏の宿屋行きますか。で、立夏の宿屋にも、なんか立夏が確か落ち込んでんだよね。これ覚えてるわ。うわ、懐かしいこの BGM。ダンマオン。はぁ、あ、よく考えた。はい。なんでそんな落ち込んどるだ。ロクサーヌ。ほぉ、なんか久しぶりだな、あなたも。え？ほぉ。最強の風邪薬を作るには世界中の雫がどうしても必要。というわけで、いいよ、渡してあげる。はい、確かに受け取りました。それでは当店が責任を持って最強の風邪薬を作らせていただきます。では少々お待ちください。きっと次にいらっしゃる時には完成していますと。え、じゃあルイだから、実はあなたみたいに、旅慣れた人に力を借りたいことがあるの。私の願い聞いてくれるかしら。はい、いいよ。実際リッカは潰れかけていたこのセンシュタインの宿屋を蘇らせ、かの宿王グランプリでは優勝を果たした。だけど最近様子がおかしい。一番大切な宿王としての誇りを忘れてしまった。宿王で合ってるよな。絵本を読んで王のあるべき姿を思い出せば。これな、どこにあったんだっけな。騎士道を重んじるような国。デルカダール、デルカダール戻れって。マジたわけかよ。一回じゃあ、立夏のこれな、2500ゴールドで最強の風邪薬がもらえるらしいですね。はい、いいよ。はした金だ。なんかあるかな。閉店。買いに来た。メダジョの制服、来たー。え、ベロニカ上がんの。はあ。これね。これ後々欲しいからね。また今度買いに来ようか。またリッカのところに来るときにでもいいし、伝説のメタジョ装備がね、ある落とし物のときに役立つんですよね。ルドマン、サンタローズの村、はい。よっしゃ、サンチェだよな。サンチェ。
サンチョか。ごめんなさいね。はい。それにしても立夏の宿というのが本当にあったとは驚きですね。私が夢の中で聞いた声は一体。ありがとうございます。よし、これで多分5は終わりだと思うんだよね。治ってんね。はい、はい、サントラズに帰ってきて急に寒気が。おう、ラインハットという国に向かうところでな。ラインハット、ラインハットって5じゃなくね。いや、ラインハットは5か。うざいって。じゃあ行きますか。はい、で5がこれで終わるはずですね。よっしゃ、オッケー。では今回ここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次の動画でまたお会いしましょう。